田中雅宏が対談でどこ行くん。球界に衝撃が走った楽天は24日田中雅宏を来季の保留者名簿に記載しないことを発表したのだ。今後は自由契約選手として公示され楽天を退団する見通しとなり新たな球団を探すことになりそうだ。田中雅宏は説明するまでもないが楽天のエースとして長らく君臨し2013年に楽天初の日本一に貢献している貢献者。プロ18年目の今季は日米通算200勝まで残り3勝で迎えたもののコンディションが整わず1軍登板は9月28日のオリックス戦のみで自身初のシーズン未勝利に終わった。どうやら退団の理由は減額制限を超える減俸を提示されたことのようだ。石井 SD は最後は本人から自由契約にしてほしいということだったと明かしたが、楽天創設以来の貢献者の対談に楽天ファンのみならず野球界から驚きの声が上がるとともにどこの球団に行くのと殺到した。嘘やろ。こういう成績で大減俸を受け入れないことあるんだ。大減俸が妥当だと思うんだけど。むしろ他球団で高額なオファー出す球団なんてあるの。さすがに球団に復帰して1年で200勝くらい達成すると思ったよな。あとは駒大苫小牧の吉見で日ハムくらいしかないか。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくね。コメント待ってます。